神の光は操作したり、強制したりすることはありません。誰でも自分の意思に反して何かをすること。神聖な愛と知性が、創造意欲の指揮者となるでしょう。それによって、すべての物理的な現れが、すべての人にとって、より大きな善と一致することを保証します。誰かの自由意志を奪うことは宇宙法に違反します。選択は私たちのガイドであり、選択を行うと私たちはゆっくりとしかし確実に結果に結びつきます。大天使ミカエルが私たちに教えてくれたように、柔軟な基盤を持つ必要があるため、特定の行動方針が適切でないと感じた場合、私たちは軌道修正して別の選択をすることができます。私たちは共同創造する強力な存在であるため、私たちの人生は私たちが行ったすべての選択の結果を反映しています。現在、地球上で最も支配的な光線は神聖なる変容、浄化、自由、慈悲の7番目の光線、紫の炎です。アセンデッドマスターセントジャーメインと正義の女神レディポーシャはこの光線の超範であり、私たちの内なる浄化と救いのために精力的に働いています。彼らは大天使ザドキエルとレディアメジストによって上書きされています。次に重要な光線は神聖な意志、力、真実、正義、正しい行動の第一光線です。大天使ミカエルとレディフェイスはこの光線を表しています。シュマイケルは人類の守護者であり、彼を求めるすべての人を導き保護します。彼は地球、人類、そしてすべての創造物に対する神聖な計画がすべての最高の善のために確実に存在するように保証します。古い地球とそのあり方が急速に消えつつある中、私たちは今この軌道に乗っており、水瓶座の時代が到来しています。私たちは大きな変化を伴う宇宙の中の一つの惑星であることを知らなければなりません。この宇宙にあるすべての惑星は、位置を移動し、グレートセントラルサンに近づく方向に移動しています。私たちが現在経験している大太陽嵐は、神聖な計画と一致しないすべてのものは、地球から立ち去り、準備ができたら戻ってくるか、または研究を完了するために新しい惑星に連れて行かれるため激化し続けるでしょう。4D とそれ以下の 3D、現在、地球上には古くて、進化した魂だけが生まれており、私たち光のトランスデューサーは、彼ら、聖なる地球、そしてすべての創造物のためのスペースを確保するために、工事の領域の代表としてここにいます。私たちがいる時代、そして私たちが本来、創造された偉大な存在になるために、立ち上がる機会は前例のないものです。
地球は今、間違いなく、あるべき場所であり、すべての目が、私たちに注がれています。私たちは、今ほど多くの助けと、導きを受けたことはありません。宇宙で、この集団アセンションを経験するのは、今の地球人だけです。肉体を持ったままの、アセンションも前例がないようです。銀河連邦からのチャネリングメッセージでは、地球人の3分の2の方が覚醒をすることは、条件だとも伝えられています。